面を貸せ、稽古をつけてやる。父さんと稽古するのはあの時以来ですね。昔のことなどいちいち覚えていられるか。父さん、俺は忘れていませんよ。精神と時の光、父さんと過ごした一年。さあ父さん、遠慮はいりません。スーパーサイヤ人3で来てください。何がおかしいんです？行くぞ。その姿はスーパーサイヤ人ブルー。間違いない。父さんと悟空さんはこの青い木を、人を超えた神の木をまとうことで破壊神と渡り合ってきたんだ。父さんはまだ全力を見せていない。俺との力の差は歴然だ。スーパーサイヤ人ブルーは、父さんと悟空さんがいればブラックは倒せる。俺が強くなる必要なんてなかったんだ。バカ野郎！何を笑っていやがる。その先を見ろ。まだ見ぬ敵を、宇宙最強を。お前が誇り高きサイヤ人の血を引く者ならば、俺の息子ならば、誰にも負けることは許さん。俺、超えてみせます。ブラックも父さんも。次はお前たちの番だ。じっくり始末してやろう。トランクス。ブラックは俺がやります。なんだと？貴様には無理だ。やってみせます。たとえ差し違えてでも。トランクス、お前は罪人だ。罪人？お前は心臓の病で死ぬはずだった孫悟空を救ったな。奴が歴史通り死んでいれば、俺はこの肉体を求めることもなかった。だが、お前のために歴史が狂い、歪んでしまった。この世界を作ったのはお前なのだ、トランクス。この事態はトランクス、お前が、お前たち人間のタイムマシンなどというおもりが招いたものに他ならない。トランクス、お前の愚かな選択が私の正義に火をつけ、人間ゼロ計画へと走らせた。よって地球人は、お前が殺したも同然。俺はみんなを助けたかっただけだ。今です、父さん。悟空さんを連れてタイムマシンへ行きましょう。今度は逃がさんぞ、トランクス。ここでお前という命を終わらせる。ザマスが攻撃を受けた。不死身への余裕から油断が生まれる。その次にマフーバを決めてみせる。学習しないな、トランクス。何度やっても無駄だとわからんか。撃たれるたび隙を見せたな、ザマス。何？くらえ！マフーバー！見たか、ザマス。これが俺たち
人間の力だ。人間の力だとは。俺たち人間を。やった。ザマスを封印したんだ。ブラック。トランクスだと？倒すことはできなくとも封印することはできる。封印だと？よくやったトランクス。どうやら貴様の野望も終わりのようだな。ザマスが封印されたから何だというのだ。この俺がいる限り人間ゼロ計画は終わることはない。そうはさせない。俺たち人間が人間ごとが神の偉大なる計画を止めるなどと、その思い上がり正してくれ。思い上がっているのは貴様の方だ、ブラック。神だからといって好きに人を殺していいはずがない。今まで貴様に殺された者たちとこの世界に生きる人々の思い、その全て俺がぶつけてやる。バカな、神が人間に敗れるなど。俺の邪魔をする人間たちへの怒り、この俺の人間どもへの絶望。何をしているトランクス。父さん、貴様の怒りはそんなものか。奴に奪われたものを思い出せ。母親の命を奪われた怒りは。バカなく。父さんは悟空さんを連れて過去へ。そして奴らを倒す方法を突き止めてください。バカ野郎、お前一人置いて帰れるか。未来を守るにゃそれしかねえ。かかる皆さん。孫悟空たちを逃がしてしまったか。共に正義を。創生の始まりだ。父さん、悟空さん。まだ死にたい奴がいたか。トランクス。父さん、ザマス、貴様だけは許さん。俺が相手だ、ザマス。罪人が永遠に自らの過ちに気づかん愚かな生命体が。俺は諦めない。新しい世界を作るのはお前じゃない、俺たち人間だ。その傲慢が過ちなのだ。分からぬか。非力な人間が滅びを甘んじて受け入れぬ、そのしぶとさだけは褒めてやろう。俺の力よ、この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリックホーン。
前の負けだ。俺は諦めない。絶対に。その通りだ、トランクス。どうぞ。ザマス、サイヤ人の人間の底力を侮るなよ。フライガリックホー。人間がいくら集まろうとも我が光には勝てぬ。トランクス、力を出し切れ。はい。これが人間の力だ。こしゃくな人間どもめ、消えろ。トランクス、また貴様か。我は不死身だ。さあ、次は誰に助けを求める。貴様ら人間はその弱さゆえに。俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。人間風情だ。いつまで神に逆らうつもりだ。俺は絶対に貴様には負けない。ザバス、人間が神に勝てるはずが。なんだと。これはこの星に生きるみんなの木の光だ。人間の力がいくら集まろうと。行くぞみんな、サマスを倒す。人間風情や。神も人間もない。なんだこの力は。自分一人の正義に浸るお前に、俺たちの生きる思いを潰させるものか。わかんない。